ダルビッシュ有が語る中日ドラゴンズの福谷浩司の良さとは、福谷が復活をかけてアピールしています。3月2日の侍ジャパンとの合同練習でダルビッシュと投げ合った福谷、その日のダルビッシュとの会話を自身のノートに綴っていました。試合後、トレーニングルームでクールダウン中にダルビッシュと会話する機会があったようです。ダルビッシュからは、侍ジャパンの打者が手元で球が強いと言っていたよ、どうしてそんなに良くなったの？と声をかけてもらっていました。球界を代表する打者たちが球の強さを感じていたのは数値にも表れています。福谷の2022年の公式戦のストレート平均球速は 144.3 キロでした。それに対して2023年のオープン戦で記録したストレートの平均球速は 147.3 キロです。年齢は30歳を超えて、チーム内でも年上になってきた福谷ですが、ここに来て昨年よりも平均で3キロも球速が上がっております。どうやら本人も手応えをつかんでいるようです。福谷は、開幕を任せてもらった一昨年よりはいい状態できているのは間違いない。問題はチーム内のライバルにどうやって勝っていくかと語っており、状態の良さを感じさせています。福谷は2020年に先発転向後のキャリアハイをマークしています。14試合に先発して、大野雄大に次ぐチーム2位の8勝、規定投球に届いていないものの、防御率は 2.64 の好成績でした。翌年の21年は、前年の活躍が評価されて、自身初の開幕投手を務めました。しかし、その後は思うように結果が残せず、昨年の22年は、5試合の登板にとどまり、1勝3敗、防御率 9.00 に終わっています。今年で32歳になる福谷、チームの先発投手陣の充実もあり、今年のオフには戦力外通告も覚悟していたようです。本人は、この年齢ですし正直なところ、本当に戦力外が頭の中にちらついた去年の秋だった。もちろんこの1年がダメだったら戦力外ということが頭によぎることはあると胸の内を明かしています。覚悟を持って臨む2023年シーズン、まずはオープン戦で結果を残します。3試合登板、2先発で2勝0敗、防御率 1.20、投球回は15回の成績です。オープン戦の好成績には、球速が上がっているまっすぐに加えて、カーブも関係しているかもしれません。ダルビッシュからカーブの握り方を教えてもらったそうで、今まではカウント球としてしか使っていなかったが、いろいろな使い方ができそうと変化球も進化させています。オープン戦での好投もあり、福谷の先発ローテ入りは濃厚と見られています。福谷とローテ争いを繰り広げた鈴木博士が中継ぎへ回りそうです。まずは開幕カード3戦目で先発予定と見られているので、今年の福谷の投球に注目したいと思います。またオープン戦終了後に、福谷の自身のノートで今年の意気込みをこのように明かしています。とにかく先のことを考えず野球に没頭したい。去年の秋にクビでも仕方ないと思った以上、今年でクビになってもいい。スティーブ・ジョブズが毎朝鏡の前で、今日この世を去るとしたら、今日やることは本当にやるべきことだろうか、と自答していたのは有名な話。選手としての死を常に意識して一日を送りたい。最後に、ファンの声を見ていきたいと思います。2020の福谷が戻ってくれば、マジで最強ローテ組めるぞ。エース谷になってもええんやで。やっぱり球速出れば、変化球も生きるよね。松葉、広志、上田、中地、梅津も頑張れ。まだ老け込むような年じゃない。福谷ラボの復活を見せてくれ。中継ぎ陣の怪我やジャリエルの亡命など、開幕直前で離脱者が出てきています。中継ぎ陣の負担を減らす意味でも福谷の復活に期待したいと思います。それでは本日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。動画作成の励みになりますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。